毎度お気にこんにちは、社会のおじさんジョニーです。よろしくお願いします。はい、今日のお題です。大和王権は畿内それとも北九州、弥生時代について勉強しようということでお送りします。それでは頑張っていきましょう。はい、弥生時代です。弥生時代は2500年前から1700年前、紀元前5世紀から3世紀半ばあたりを指す時代でございます。弥生時代は稲作が本格的に始まった時代です。静岡県の土呂遺跡がその代表になるのですが、この土呂遺跡ですね、よく出てきますので覚えておいてくださいね。土呂遺跡ではぬかるみに足を取られないようにするタゲタ、北尾狩りという手法で稲刈りをするための石包丁、お米を保管する場所として高床式倉庫が作られました。高床式倉庫にはネズミ返しというものがついていました。ネズミ返しとは、写真左にね、ネズミが現れました。お米だっていうことでこの倉庫に登っていくわけですよね。ただそこには板があります。これをネズミ返しというんですが、登っていってもぐるんと落とされてしまいますよね、こんな形だったらね。こういう形でね、ネズミからお米を食べられることを防いできたんだっていうことですね。稲作が始まると定住しだしますね。村ができます。当然集団生活になってきますね。共同生活になってきます。貧富な差が出てきて、そしてその中からリーダーが誕生するわけですね。土器のレベルも上がります。弥生土器といって薄手で丈夫、赤褐色ですね。後期にはさらに高温で焼き付けた素液なども出てきてます。この頃には日本には文字がないので、中国の文献が頼りになってくるのですが、これからそれを述べていきたいと思います。まずは紀元前1世紀ですね。中国には漢書地理史という文献があるのですが、この頃には日本は100余りの国ができていたと。すなわち村同士で争いがあり、どんどん合併していって大きくなった、でも争いがあったんだっていうことがはっきり分かってますね。この頃には祭祀に使う青銅器ですね、脆いんですけども、銅鏡や銅鐸、そして銅剣、それから別に実用的なものとして鉄器を農業で使うような技術も伝わったとされていますね。それから1世紀です。中国には五漢書統遺伝という書物がね、あります。ここには57年、はっきりした年号がありまして、和とは日本全体のことを指します。和の那国という国が五漢の王様光武帝に使いを送ってるんだ。そして漢の和の那の国王という書いた金印を授けたという文献が残ってます。この金印ですが、江戸時代に福岡県の鹿の島で発見されています。なので那国はこの周辺にあったんだっていうことも裏付けるものとなってますね。はっきり言えることは、周りはね、争いばかりで、自分たちの国を守るために後ろ盾として強い中国に認めてもらいたかったんだという動きがあったんでしょうね。そして57年という数字、歴史はいつどこで誰が何をどうしたかのいつということも聞かれます。57年という数字もはっきり分かってますので覚えておいてくださいね。こんな金印欲しかったって覚えたらどうでしょう。こんな金印欲しかったっていうことでね、押さえておいてください。さらに3世紀には中国には魏志倭人伝という書物があります。その書物には239年に邪馬台国の女王卑弥呼が中国の魏に使い送った、そして真魏倭王と書いた金印を授けたんだということが残っています。
まずは年号を覚えておいてくださいね。239年、ふみくださいね、ひみこより。ふみくださいね、ひみこより。使い送ってるんでね。こういう風に覚えたらいかがでしょうか。それからこのひみこさんなんですけども、シャーマン的というんですかね、巫女さんというんですかね、鬼道を使っていたと。占いとか、そういうもので、人の心を支配してきたという感じの人やったみたいですね。イメージができるこの人物なんですが、やはり謎が多いんですね。そこで、この邪馬台国というのが、どこにあるのかということで、揉めてます。学会ではね。近畿内の畿内説っていうのと、九州の北にあるのではないかという北九州説で揉めてるんですね。北九州説では、佐賀県の吉野ヶ里遺跡、ここがね、非常に大きな国の遺跡なので、ここではないかっていう説ですね。それから畿内説では、箸墓古墳、これが邪馬台国女王卑弥呼の墓なのではないかというふうな説で分かれております。ヒントとなるのが、卑弥呼が義からもらった銅鏡が100枚あるらしいんですね。それが三角縁神獣鏡というものやったらしいんですけども、その鏡もね、なんか100枚以上出てきてるみたいですし、やっぱりこういう争いの時代の国がたくさんあったわけですから、やっぱり複製品も多かったのではないかということで決め手には欠けるみたいですね。いずれにしても、畿内説と北九州説、どちらなのかはっきりすれば、その中で分からなかった、見えてなかった歴史がはっきり分かってくる部分がたくさんあるんですね。はい、それではいきなり社会科復習クイズに行きましょう。以下の問いに答えなさい。1番、稲作の跡がよくわかる静岡県の遺跡の名前は？ 2 番、稲穂を刈り取るための磨製石器を何というか？ 3 番、ネズミ返しの工夫が見られる食料の保管庫の名前は？ 4 番、五官城東夷殿では中国の皇武帝が漢の和の名の国王と記されたあるものを授けた。右下の写真ですが、このあるものとは何でしょう。5番、この4番を授けた都市は何年ですか。6番、4は福岡県のどこで発見されましたか。7番、邪馬台国の女王の名前を答えなさい。8番、7の人物は何年に中国の義に使いを送りましたか。はい、わかるでしょうか。それでは答え合わせに行ってみましょう。はい、1番の答えです。1番はトロ遺跡、2番は石包丁、3番、高床倉庫、あるいは高床式倉庫、4番、金印、5番は57年、6番、鹿の島、7番、卑弥呼、8番は239年、踏みくださいねと覚えるんでしたね。はい、いかがだったでしょうか。はい、今日はこの辺にしておきましょう。歴史解説の第4回、大和王権は畿内それとも北九州、弥生時代について勉強しようということでお送りしました。お気づきの人がいるかもしれませんが、たまにね、カタカナで書いてる国やら大和とありますけども、これこのままにしといてくださいね。学説的にいろんな意味合いがねあってね、まだ確定できないんですよね。ということで押さえておいてください。それではこの辺で皆様さようなら。